来災害にはもちろん新しいコロナウイルスということです。今、世界の人々は今年新しいコロナウイルスで迫害をかぶっています。元の生活に変わりました。自分で生きることや学ぶことのために一生懸命に暮らしています。2年前に私の母が亡くなりました。悲しい気持ちで私は自分の人生ということを深く考え始めました。皆さん、20年前ほど台湾で921大地震が起きたのを覚えていますか？当時死者は2415人たし、行方不明者29人、負傷者1万1306人という大災害をもたらした300年ぶりの大きな地震でした。その時、たくさんの家屋がこの地震で倒れました。私は買ったばかりの新しい家もそのうち一軒でした。残ったのは家を買うために銀行から借りた200万円のローンだけでした。一体どうしたらいいのか全然わからなくて、たらたら呆然として残った莫大な借金で頭が馬肉になる毎日でした。どうしてこんなに広めに遭わなければならないのか。神様、なぜ私にこんなにもいたずらをするのだろうか。私は何も悪いことはしていないのに、と悲しくて悔しくてたまりませんでした。しかし、生きることために何も考えず、真面目に仕事をしているだけで暮らしていました。ある日、一緒に日本語を勉強していた女性の友達が電話をかけてきました。彼女は私のことを心配して電話をしてくれたのです。そして時々連絡してくれて私を励ました。こうして二人は付き合うようになりました。一年ぐらい経って彼女は私の妻になりました。夫婦は結婚してから再び新しい家を買いました。二人で一緒に力を合わせて銀行からの借金を少しずつ減らしていきました。振り返ってみれば、神様は決して私を見捨てていなかった。度重なる不運は私をもっと強くするための試練でした。皆さん、今まで自分の運命どう思っていますか？幸せだと思いますか？それでは人によって考え方が違いますね。生きることは学ぶことであり、学ぶことは喜びがある。生きることはまた何かを想像していくことであり、その想像では学ぶ段階では味わえない、大きな喜びがあると私言い続けてきた。このことはどんな人人生にも当てはまるのがなかったと感じるかもしれません。でも不便な世界でいつもいろいろな大災害が起きました。例えば大地震、大きな津波、戦争、強い台風、あるいは今年強大な新しいコロナウイルスなので、人々は生きることのために様々な物事をしなければならないと暮らしていました。人は自分の人生の道を歩むの中で様々な夢を抱くものである。私はずっと日本語を、学ぶことが好きなので、たくさんの良い友達と会いました。それから、日本語を学ぶのきっかけにトーストマスターズの皆様と出会いました。当時、皆様と日本語を勉強することは一番嬉しいことでした。しかし、私はもともと人前で話すことは苦手なので、逃げたいと思い、途中で3回のスピーチ終わってから半年くらいを離れました。その時、残念だと思いました。その後、心の中で自分のことを振り返り、記憶を乗り越え、また戻ってきました。もう一度楽しい気持ちでトーストマスターズの礼拝に出席し、いろいろな活動に参加して
皆様と一緒にスピーチのことをチャレンジをしました。その後、また人々を話すをよく聞くコツ、良い態度などを勉強し、いい人間関係を作ることです。例えば、夫婦の関係、親子の関係、社会人の関係、様々な友達との関係には、すべてコミュニケーションが大事であることは勉強になりました。いろいろな場面で良いコミュニケーションを持つことができるようになって大変に助かります。大変に助かりました。チャレンジを精神、自信を持って人前で話すこと、人々を話すをよく聞くこと、皆様と一緒に助け合うこと、この4つのことはすべてポストマスターズに、学んでもらった貴重なものです。皆さん、今、自分の人生道に生きることをしながら、様々な人間のことや、いろいろな知識を学ぶことをしています。本当に一番大切なことだと感じました。最後、皆様、自分の主人公として、強い勇気を振り起こして、生きることや学ぶことで一緒に頑張って、前向きに続けて一歩進んでいきます。これからも自分で生きることや学ぶことにもっともっと自分の素晴らしい人生の道を想像していきたいと思います。主持人。ありがとうございました。大変失礼いたしました。テーマは